思考塾ビジネススクール第1期生の川田と申します。このスクールに参加させて一番学んだことは、本当に会社とか組織っていうのは、人が作ってるんだなっていうことです。自分は本読んで勉強するっていうのは今までずっとしてきたんですけども、どこかそこには人間の感情っていうものが伴っていなくて、このビジネススクール思考塾に参加して、本当に人の心が動いて初めて組織とか会社が動くんだなっていうのを学びました。自分一人で学ぶんじゃなくて、みんなと仲間と一緒に学んでいって、人間として成長して、一人で動くんじゃなく、チームとして組織として動くっていうのは本当に大事だっていうことを学びました。ありがとうございます。